おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード3やっていきたいと思います。いやー、ちょっとね、前回前々回前々回前々前々回ぐらいから引き続き撮ってるんですが、いやもうね、もう本当だったら前回でちょっと喉も疲れてきたし口も回らなくなってきたからやめようって思ったんですけど、この熱いこのキューンって気持ちのまま最後までやりたいなって思ったんで、ちょっと頑張ります。いやー、ここで終わらせてさ、そのまた後日撮るってなったらさ、あのこのね、武蔵くーっていう感じの感情がちょっと薄れちゃうと思うんで、今のうちにやりましょう。じゃあめぐみちゃん行くよ。なんなの、なんなのよこれは。おかしいわこんなこと。はい、お姉様。立川武蔵を追いかける。今ならまだ間に合う。お姉様、これ以上の介入は。立川武蔵を説得する、必ず。何をしているの、早く追いなさい、まどかさんを。うん、ああ、小太郎が言ったよ。まどかはもう心配ねえさ。な、あんた、何を寝ぼけて。おめえが誰か知らねえが、ありがとな。俺も蹴りつけることができたわ。ああ、あんたの赤い糸、まどかさんと繋がってんのよ。赤い糸、なんだそりゃ。そんなもんねえよ。あんた、もしそんなもんがあんなら、もっと早くまどかと付き合ってたぜ。だから今、絶好のチャンスを。いえ、まだ間に合う。早く行くの。いや、俺のチャンスはもう終わりだ。さっきのが最後のチャンスだったのさ。何をカッコつけてんのよ。おめえにはわかんねえよ。今の俺じゃ、まどかを笑顔にできねえ。小太郎の方がお似合いなのさ。特化同士でな。ただし、今はって話だ。小太郎が情けねえ奴なら、まどかも愛想つかして別れるだろうぜ。まあ、今後もまどか次第だ。俺はあいつが笑ってりゃ、それでいいさ。じゃあな。ああ、武蔵くん。違う。秋葉が彼を惑わせたのよ。最後のチャンス、カッコつけるんじゃないわよ。許せない。小倉瀬、長い付き合いになりそうですわ。認めない、私は認めない。めぐみちゃん、勝ち負けに固執したあなたが良くないよ。武蔵くんはもう損得感情じゃないのよ、自分のさ。もう、まどかちゃんが笑顔になってくれれば、自分の声が叶わなくてもいいって思える男なんだよ。私と付き合ってくれよ、武蔵くん。もう、好き。じゃあ、日野くん、頑張って。まどかちゃんの、今の心の中には、武蔵くんがいるけど、君が、まどかちゃんを導いてあげるんだよ。阿佐ヶ谷さん、待って。阿佐ヶ谷さん、きっと執行部室に戻っちゃったんだ。追いかけよう。阿佐ヶ谷さんを追って、特化の執行部室へ。待てー。貴様、よくも我々の計画を。許せぬ。どいて、急いでるんだよ。貴様は嫉妬の罰を受けねばならぬ。シュー、恋愛非道に泣く我らの恨み刻むべし。くだらないこと言ってないで通してよ。うわーギャー、武蔵くん。こんな時まで小太郎くんと背中を押すんだ。ああ、なかった。何もたもたしてんだ小太郎。こいつらは任せて、お前は行け。武蔵くん、ありがとう。早く行ってやれ。場所は分かってんだろうな。もちろん、特化の執行部室。
そうか。よし、行け。ありがとう。ま、待って、悪かったね、話や。うぎゃあれ、固まった、びっくりした。あ、え、お、セーブ。じゃあ小太郎立ち向かうにセーブをして、小太郎くん行くよ。阿佐ヶ谷さんを追って特化の執行部室へ。オッケー。ほら、えー、びっくりした。ちょっと待って、本当にびっくりした。心臓に悪いよ、長田バカ。うわぁ、窓から。許さぬ、許さぬ。シュー、シュコー。最後に愛は勝つ。執行部室、阿佐ヶ谷さんはそこに。ほら、かわすの簡単。あ、あんた日野、よくも前抜け抜けと。邪魔しないでくれ、大事な話なんだ。な、何を偉そうに。小太郎、大丈夫か。悪いな、一人取りこぼしちまってて。奴らを追って特化まで来ちまって。ん？窓かいねえぞ。別の場所か。いや、ここにいる。いるんだ。いねえじゃねえか。あいつ目立ちたがり屋だから、いたらすぐ見つかるはずだぜ。そうじゃない。彼女はそうじゃないんだ。二人とも出て行きなさい。邪魔は吹い切って、阿佐ヶ谷さんはあそこにいる。あぶねえ、琴の葉、最後に愛は勝つ、ここ。あぶねえ、ちょっと待って、いきなり乱流して早く出てって。ええー、待って、今の成功じゃないの、嘘でしょ。ごめん、ちょっともう一回やるよ。邪魔させないぞ、ちょっともう。今の一発で成功させたかった。くっそ。最後に愛は勝つを使うんじゃないの。ちょっと間に合わなかったのかな、ちょっとだけ。ほら、ここは簡単なのよ。ほら、邪魔すんな、闇実行委員。出て行きなさいじゃないのよ。ほら、はい、ここ、琴の葉、最後に会えば勝つ。あれ違う、あれ待って、違った。最後に会えば勝つの琴の葉使うんじゃないの。すいません。ちょっとあんた、阿佐ヶ谷さん、そこにいるんでしょ。よく覚えてたわね。忘れないよ、阿佐ヶ谷さんとの会話は、すべて。窓か、そんなとこにいたのかよ。武蔵も来たんだ。武蔵くんが僕の背中を押してくれたんだ、追いかけろって。でもよ、俺は気づかなかったぜ、お前がここにいるって。見つけたのは小太郎だ。よし、俺は出てくぜ。特化生じゃねえしな。それで阿佐ヶ谷さん。はい。僕の信念が正しいことをここで証明する。いくよ、最後に愛は勝つ。文化祭のダンスパーティーで僕と一緒に踊ってください。は？失礼します。あんたたち通過の実行委員、何しに来たのよ。昨日交流委員の助立だ。な、あなたが実行委員長、阿佐ヶ谷さん、お願い、日野くんのお願いを聞いてください。え、どうして。俺たちもお前を援助したいって思ったのさ。お願いします、阿佐ヶ谷委員長。なんか勘違いしてんな、まあいいか。疲れているのね、日野くん、すごいわ。ちょっとびっくりしちゃった。あ、いや、どうだろう。ずいぶん頼もしくなったのね、日野くん。そっか、そりゃ武蔵も認めるはずよね。わか
かった。行きましょう。一緒に。いいの？うん。ありがとう。やったぞ！やったな、ヒノ！あんたたち何喜んでんのよ！これは、夢？ゲンゲン。くっついちゃったよ！そろそろ、コタロウくんがマドカさんをダンスに誘った頃だね。今回はややこしかったな。周りがやかましくて。タマも、これで懲りたよ。ちょっとタマにデート文句を言っとくか。一応コタロウくんの結果も聞かなきゃね。放送室へ行くか。なるほど。放送室に行くのか。オッケー。てか放送室近っ。秋葉くん、成功よ。でも今回は薄氷を踏むような思いだったでしょ。誰かさんのせいで。ああ、今回は秋葉くんらしくなかったな。つまんない。成功法じゃないか。見せ物じゃないんだぞ、まったく。何よ、陰で私も利用したくせに。立川くんたら、私と日野さんの関係を疑ってたわ。今回はたまに振り回されたから、ちょっとした仕返しかな。別にいいけどね。私いつも小倉瀬に協力するわけじゃないんだからね。そんなこと言ってたな。僕らの家を組んでくれたんだろ。え？さあね、あっちの人たちに頼まれたことをやっただけ。もっとも、秋葉くんもそれを望んでたんじゃないかって、うすうすはね。タマはもう、小倉瀬専属でもいいんじゃないか。何？私を口説いてるの？またメグさんに怒られちゃうわね。怖い怖い。はぐらかしちゃって。まあいいよ。これからは裏切られないようにしなきゃな。そうそう、私を味方につけといた方が何かと便利よ。そのためには報酬。ちゃっかりしてら。さ、みんなに作戦成功を伝えるか。あー、いやー、もちろんさ、ゲンゲンとさ、メグちゃんの仲もさ、すごいいいなと思うんだけど、やっぱゲンゲンとね、タマちゃんのね、このね、なんか一緒のチームじゃないのになんかいい取引をしてるっていうこの関係もね、たまらなくいいよね。ちょっとゲンゲン悪い男やな。さあ、日野くん、よかったね、一緒にダンスパーティー。よっ、うまくいったみたいだな。うん、ありがとう。突然逃げ出しちゃってごめんね。私も気が動転しちゃって。おいおい、ダンスは逃げ出すなよ。小太郎もマドカの手を離すなよ。失礼ね。お誘いをちゃんと受けたんだから逃げ出さないわよ、もう。武蔵君。ったく、危うく先延ばしっちまうところだったぜ。とにかく小太郎とマドカの邪魔しなくてよかったぜ。よかった。俺なんかじゃ釣り合わねえもんな。そうだよ、そうだよ。そしてダンスパーティー。今年のダンスパーティーは普通科と特科の合同だってね。うん、二藤先生大喜びしてたよ。あ、リポリンが戻ってきたよ。日野さん告白したみたいですよ。ほう、で、まどかさんの返事はどうだったのかね。オーケーみたいですね。なんか不思議。そっか。ま、予想通りの結果って感じだね。リーダー、そりゃまたなんで？立川武蔵って幼馴染いるでしょうに。その幼馴染の推薦付きだからね。断るはずないさ。ん？あーリリー、それって立川氏の方が立場が上に聞こえるんだけれども。そうだよ。彼女はあくまで、武蔵くんの助言に従った。そっか。じゃあ、彼女は本当は立川さんのことが。告白 OK したんだから、今は小太郎くんの彼女だよ。むむむむ。
リーダーったら結果はどうでもいいなんて言ってたのに。何にしろ報酬もらわなきゃね、4人分。玉へのツケもこれで全部変えたし。ええ、そうね。かっこいい。まさか立川武蔵が敵に塩を送るなんて。あの二人、絶対うまくいきっこないわ。ふさわしくないもの。なんでそう見えるのさ。そっちの勝手な思い込みだろ。あんたは、またしても運命の赤い糸をねじ切ったのよ。赤い糸、ね。僕もさ、君らのこだわるそれに、ちょっと興味があってね。ん？武蔵くんにも、チャンスをあげたのさ。私が立川武蔵を援助したのも、あんたの思惑通りだったのね。まあね。結果、武蔵くんは小太郎くんの、最も頼りになる助っ人になったってわけさ。あんたたち、小倉瀬、やっぱり最低よ。僕らは依頼を受け、それを果たす。それに善も悪もないさ。あんた分かってないわ。人の運命を変える重大さを。いやいや、運命を変えるのは僕らじゃなくて、依頼した本人じゃないかな。ほざいてなさい。次はあんたの好きにはさせない。告白後に始まる恋もある。これからは小太郎くん次第だ。ま、彼らの今後に興味はないけど。小倉瀬第3話小太郎男を見せる。いやー終わったー。こういうことになるのか。あーいっぱいいっぱいあれだね、あの文化祭で食べ物好きなだけ買って小太郎くんに支払わせる気満々ですね、小倉瀬は。いや武蔵くん切なすぎる。もうまどかちゃんと小太郎くんと武蔵くん、これ3人でこれからも仲良くするってことになるのか。でもやっぱりまどかちゃんは好きって、立川くんのことが好きってなって別れちゃう可能性もあるけど、小太郎くんの頑張り次第ってことで、今ね、まあめぐみちゃんが泣いてるのをゆらちゃんが慰めてると。で、あれか、これ文化祭でお化け屋敷とかやってる、でしょ、嫉妬激励隊でカップル限定でめっちゃ驚かせるタイプの幽霊でしょこれ。いや1枚でこれちゃんと伝わるのすごいな。さあこれエンディング後のあのパーフェクトのやつじゃない？おまけおまけ。運命の赤い糸か。大げさなんだよな。たかが高校生の恋愛で。リーダー、あのなよっとした日野さんがまどかさんに気に入られた理由って何でしょうね？そんなの決まってるよ。理由は一つ。それ何なのかに。彼は僕ら、小倉瀬に依頼した。それだけが理由。リーダーのその自信、どっから来るのか不思議だよに。ほんと、いつもぼーっとしてるのに、プライドはすっごく高いんだから。そう？そうよ。リーダー、秋葉源氏、人の運命を操る男。あら。聡明で、冷静で、冷酷。最初に出会った時から、ずっと。To be continued。 あら！ああ、終わったー！うわー、なるほど。これ、次回あれじゃないか？次回っていうかエピソード4。まあ、4までしか出てないんですけど、
めぐちゃんとげんじくんのなんか1年の頃のストーリーとかそういうことなんじゃないか。うわ超気になるね。いやー今回はねシーズン2-3と分かれておりましたけれども、2の最後はもう武蔵くんがもう成功するでしょうってところで終わったと思ったら、もうエピソード3で大どんでん返しということで、小太郎くんまどかちゃんと付き合うことができましたと。いやー、まあ複雑ではあるけどおめでとうということでね。いやーよかったなー、もう武蔵くんのことめちゃめちゃ好きになったなー。ただねもう一歩、もう一歩よ、まどかちゃんのためにって言って身を引かなくても、まどかちゃんは十分、もう十二分に武蔵くんのことを思っていたわけだから、もう一歩踏み出してればね、そこの二人が結ばれてたこともあったんだろうけど、ただ頑張ったのは小太郎くんだからね。これからどうなるかわかんないけど、まあ続く限りはまどかちゃんと小太郎くんの恋愛をね応援したいと思います。武蔵くんもね密かに思ってるんだろうけど、頑張って胸にしまい続けることを頑張ってください。で、まあ、もし小太郎くんがダメになったら、武蔵くんが奪い取ってあげてください。ということで、次は、エピソード4でお会いしましょう。またね。